僕はあの頭の中の何だろうなワークスペースっていうふうに呼んでるんですけどもまあ車で言うとですね人間の頭っていうのは多分まあ2トン車ぐらいのもんで2トンまでの問題や悩みを乗せることはできるんですけどもそれをオーバーすると人間というのは動かなくなってしまうと思ってるんですねでこれらがそれぞれ他の問題を吸い寄せるんですね じゃあ、あれはどうしよう、これはどうしようとかですね。なんとかさんにもうこんなこと言っちゃったから、違うことやったら嘘つきになるとかって言ってです。他の問題をこうくっつけ出して、本来だったらば、2トン車っていうトラックだったら2トンの重さ運べるはずのものが3トン、4トン、5トンになっちゃうと。これがなんか悩みのしんどい状態だと思ってるんですよ。なので書き出すと。で書き出すとどういうふうになるのかっていうと、書き出すっていうのはですね、まあ、これも、 概念図みたいなもんなんですけど、テーブルの上に乗せることなんですよね。この頭の中にあるごちゃごちゃしたものを一個ずつテーブルの上に乗せてみると。そうして人間初めてものを考えることができると。僕らはこれを考えることだと思ってるし、頭いい人はなんか全部こうやってると思うんですけども、そう、絶対それ嘘です。あの、物事考えるのが上手い人であればあほどこれやってます。つまり書き出してると。 旅行行く前にですね、一回、カバンの中のものを、あの、テーブルの上に出してから、カバンに入れる人っていうのは、絶対整理がうまいんですね。整理性とうまいんですよ。で、昔あの、キャビンアテンドさんの、なんだろうな、あの、旅行術みたいなやつをテレビで見たんですけども、彼女たちは、たとえ一泊旅行でああそのホテルに一泊しかしなくても、ですね。全部で、あの、7日間の旅で、それぞれホテルで一泊しかしなくても、スーツケースはついた瞬間に開けて、全部の荷物を、 いわゆる、あの、クローゼットにしまったり、ハンガーにかけたりするそうです。それが一番早いから。早いというのは何かっていうと、心の負担が少ないからですね。全部これ、一回並べちゃって、あの、ベッドの上に並べちゃって、これここ片付けて、これ片付けて、これあの、洗面台に置いて、これはなんか引き出しの中に入れてっていうふうな、いつもっぽい場所に直すと、しまうと、この負担が軽くなると。つまり、この状態になるわけですね。一回テーブルの上に全部出すと。 で、人間の頭の中も同じでですね、この状態ってものすごいしんどいんですよ。で、早くこれを、こういうふうにした方がいいと、と僕は思ってます。